こんばんは。よし。こんばんは。STU482期生の香川県出身、アンピーこと川本アンナです。つけたのはどこか不安げな。クタルさんお疲れ、ありがとう、お疲れ。こんばんは。ちょっと早めの配信になってしまったんですけど、18時半お知らせします。18時半お知らせします。川端アンナです。時報今日も TikTok 見るけど、今日ね21時ぐらいに配信終わるから、そう見れるね。配信終わったら見えますよいいじゃん。もっと早くお知らせしてくれないと。何を？中華就任になったね。そう、ココアさんジップファミリーなんです、広島の。すごくないですか？私ちょっと事前に聞いてて、そう聞いた時にってなってびっくりしてすごい盛り上がったんですよ。朝早起き頑張ってください、ココアさん。ほら、ありがとう。金曜日だっけ、いつだっけ。サンキューリピーです。それはそうだよ、あれはそうよね。こんばんは。三期生今日は一緒に見に行かない、一人で見に行くとんでもなく朝早いよね、ココアさん。大変だ、頑張って、ココアさん。金曜日2週連続名探偵コナン、コナン好き、毎回見てるよ。それいけ、カープにも出る。おお。ジフさんもね、あの歌番組で間違えた、あの広島のテレビのね番組、なんだっけ、 STU みたいなね、決まって昨日からですしね、嬉しいですね。タレタニジャイモンさん、ありがとう。名前五十音順らしいですね。学校始まる、お、頑張れ。今カカアじゃないんだ。今日はいろいろはかどったみたいで。そうですよ。そして今日はね、リクワのレッスンをしてきました。あの昨日今日とリクワのレッスンをして、投資もしてきました。投資って言っても順位を知ってるやつと知らないやつがあって、順位を知らないやつは名前順でやったので、そうあれなんですけど、楽しみにしといて。まさかまさかあの曲がとかありますので、ちょっと見どころ満載だし、まさかこの順位にとかね、とかありますので、自分的にちょっとお知らせしたいことがあるセットリストになったので、皆さんのおかげで、ちょっと皆さん楽しみに来れない方も見てください。アーカイブとかに残るのかな、ぜひ。ヒントは言いませんそう、トヨホイテートさん、お疲れ、ありがとう。安否の3期生に負けない推しポイントを見つけて。3期生よりも長く3年半培ってきました、その経験値。絶対に負けません先輩には怠りますが、あのそこはフレッシャーで今まで補っていた部分はあったんですけど、フレッシャーはもうないので、私のね、その3年間の間で身につけたチーカーマタというキャラを発動させていきたいと思いますよろしくお願いします。亀子で入る、お、取って取ってフルの配信で見ました、ありがとう。大人っぽさグイグイで大人っぽいメンバーがいっぱいいるのは、大人っぽさっていうのはちょっと難しいんですけど、3期生に負けないポイントはここです。 3年間やってきて身につけたキャラクターというものが
私というキャラクターがあります。皆さんに見出してもらったものがございます。そういえば研究生楽屋どうなるんだろうね、わかんないです。てか初めて、私あの会場、私は初めて行くからどんな楽屋なのか知らないんだよね。楽しみ。わーいわーい。突き進んでください。ありがとうございます。ありがとう。おでこペチン。今2日目すっぴんデーです。テロップにお肌休館日。お肌休館日、早く週末来ないかな。ちょっと待って、ちょっとみんな待って、週末まだ来ないで、何にも仕上がってないから。あのリクワだけできます。リクワは大丈夫です、できます。ただちょっと待ってください、まだ6周年は待ってください。皆さんまだです、6周年はまだです。できてない曲とかありますので、まだ待ってください。アンビちゃん倒しを目指して。ドゥルルルルルル、焦らず待ってて。気づいたら土曜日になってて日曜日になってるから、そしていつの間にか6周年も終わってるんだから、びっくりだよね。早いですよ。こんばんは。ね、早いよね。なんかさ、毎日言えば毎日早い。てか私さ、あのロケとかでさ5時とかに起きる時があるの。5時とかさ6時とか、そうなると1日って長いのね、すごい。だけどさ、普段の生活で今日とかさ、別に私10時に起きる予定だったの。10時とかに起きたらさ、本当にさ4時間ぐらいさ起きてないからさ、結構短く感じるのね、日常。だからロケとかでさ早起きした時さ、ちょっとさ1日長くてびっくりする。いつもこんな長い日充実してるっけって。ショートスリーパー慣れたらいいけどね、慣れないから。そう、マイキューさん誕生日、週末広島にいる方が多い気がする。ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。広島行く準備できてます。早い。早い。早起きは三本の得って言いますからね、本当に。今日はそうでしたよ。さっき宿取った土曜日だけめちゃくちゃ高かった。あー、そっか。アンピのおかげで広島行くようになりそう。お、ソルメタさん、あといっぱいありがとう。ありがとうございます。遠征前の準備慣れてめっちゃ早くなりました。素晴らしい。左眉に何かついてる、ほくろですよ。ほくろがあるんですよ、私。最近日曜日以外の宿がめっちゃ高い。やっぱね、あの緩和されてっていうのもあると思いますけど。そうですね。雪明けで寝坊しないよう。ありがとう、ありがとうございます。気をつけてきてください。毎週行ってるとさすがに麻痺してくる。でも私たちもね、遠征とか、そう、去年ぐらいから増えだして、なんかね、私毎日、あと2日後遠征だ、これおい、ちょっとスーツケース出してもうこれ入れとこうかなとかしてたけど、今は寝る前にパッとできるようになりました。そして荷物がどんどん減っていってます。持っていく荷物を減らせれるようになってきました。最近思うのは、パジャマ2個ぐらいでよくないってめっちゃ最近思うの。てか私パジャマ着ないこと多いんだよね。ダメだよね、ダメなの分かってます、分かってるけど、朝起きた時のことを考えるとさ、めっちゃ朝早く出る時とかあるんよ。だから本当に5時とかでさ出発とか、そのそれこそ夏の昇格ツアーとか、そ回ってた時バスで行くことが多くて、朝その本当に徳島とか行く時は5時集合とかだったの。その時とかもうね、
その行く服で寝てたんですよ。だから朝起きてもそのまま行けるようにしてたの。シャンプーリス持っていかないです、私。持っていかなくなりました。そう、今日会社のみんなにアンピのことについてプレゼンしてきた。どうだった？最近は衛生日帰りが多いですか？どういうことだろう。兵庫にもっと来てくれ。行きたいですよ。ね、いろんなところでやっぱりイベントとか公演したいですよね。公演、公演私もしたいなと思ってますよ。行く服で寝るの最強の準備。そうなんよ。しかもレッスン着じゃん。レッスン着って寝れるじゃん。動ける服でさ寝てるわけだからさ、じゃあ動ける服で行くわけだからさ、さあね、そうですよ。ありがとうございます。今日も可愛い。ありがとうございます。なんでっていうのは不思議ですけど、私も不思議。星だけありがとうございます。また来てください。ホテルで一番大事なお風呂だよ。そうだよ、本当にそう。そう、専用劇場をどこに建てたい。難しいけど広島はやっぱ無難に、全県に建てたいけどね。7県全部に。そうですよね、いろいろ行きたいですね。やっぱ緩和されてどんどんフェスとかもね、どんどん声出しが OK になったりとかして、またフェスもね STU 出られたらいいなと思います。去年の夏すごい出れたから、今年もね出れていろんなところに行けばなって思います。四国行きたいですね。四国のなんか関係者の方見てますか？ ST48 2期生の川端アナです。私香川県出身なんですけど、四国のフェスたくさん出たいです。お仕事で四国にたくさん行きたいです。お依頼お待ちしてます。そうね、ツアーやりたい。一昨年にね四国ツアーをやらせていただいて、やりたいですね。 Y の地元でやることは確かに行かないよね。人多そうなのに、やる場所がないのか分かんないけど、会いに行く。ありがとうございます。宇和島楽しかったよね。香川県住んでる。あ、そうなの。出身です。まあね、高知徳島ね行くの大変だよね。徳島はね前ラジオとかで行かせていただいたりとかしたんですけど、あと防災なんとかなんだっけ、防災航路でね2回ほど行かせていただいたり、ツアー公演以外にはご当地の美味しいものも食べたいです。全国ツアーの発表どうなのかな、わかんないですね。全国ツアーとかもうやってないですからね、っていうコロナ前まで。あ、やったか、あの桃鉄ツアーやりましたね。徳島に行ったかどうかの話ね。こんばんは。山口に行くってなってもさ、6人ってなったら私は選ばれない可能性の方が高いの。山口出身メンバーがさ出てってなるから、だとしたらね四国ツアーはね私選ばれる可能性高いからね、みんな。香川県出身ですから。福岡のツアー1個延期のままのやつがあるね。ありますよね。うん、どうなんでしょうね、いつ開催されるんでしょう。もうメンツも変わっちゃってますけどね。スイッチの桃鉄、スイッチの桃鉄をやったことないからあんま分かんなくて、まずそう、竹山 3.5 さんとは四国ツアーですね。ツアーがあるの、ツアーあるなんて言ってないじゃん。やめてよ、そんな、やめてよ。たった一つの発言でコメントを読んだだけだからね。匂わせとかじゃないですよ。本当に私たちも皆さんと同じタイミングでしか知らないから、本当に。やめてください。私が言った風にしないでください。香川で全力待機、ありがとう。ねえ、四国行きたいです。行きたい。前、宇和島マジで楽しかった。
行きたい、たいたい。行きたい、たいたい。行きたい。アナログ公演メンバーまだか聞いてください。こっちだって聞きたいわ。でもさ、私たちに聞いたってさ、知っててもさ、教えてもらえないんだから、聞いたととてだよ、みんな。そう、お話し会とかでもね、すごい言われるんですよ。あれ出るってどうかなみたいな、探ってくるんですけど、言わないからと思って。知ってても言わないし、知らないしと思って、聞くの時間の無駄だよ、時間の無駄ですよ。だってその数秒他のものに当てた方がいい。STU のオファーの仕方を教えて。STU の運営さんになんかあるんじゃない、なんかわかんないんですけどね。テンションよぐさんハートありがとう。おうつーさんピカピカありがとう。ピカピカのあんぴーちゃん。しおりんさんエッグありがとう。おうつーさんピカピカありがとう。今食べたいケーキ、モンブラン食べたいかな。モンブラン、モンブラン食べていくな。その時間あったら可愛い5回言いたい。5回しか言えないのかよ。つい言ってしまった、私が怒られちゃうってやつを話してた。そうですよ。そうですよ。皆さん四国ツアー楽しかったよね。やりたい。よしここくん、くまちゃんありがとう。くまったくまった、ありがとうございます。モンブラン黄色と茶色どっちが好き？わからん。黄色、あー、うーん、あー、よくあるのは茶色だよね。でも黄色のやつもあるよね。なるほどね。何が違うんだろう、わかんないけど。時間を大切にするためにネタやめます。嘘でしょ、楽しみなんだけど。モンブラン黄色茶色言われてみればあるねって今思った。丸亀にいるんやけど、おすすめのご飯屋教えて。丸亀っていうのは丸亀市、それと丸亀町、どっち。丸亀町。コンプリートですかね。四国ツアー言うてね、2つ6人6人で分かれてあったんですよ。全員で回ることができなくて、6人6人で回ったから、あの、なんだっけ、私愛媛と高知行ったことないんです。私高知に行ったことないんです。 STU 入ってから、 STU 入る前に香川に住んでた時は2、3回はあるんですけど、本当に高知は STU 入ってからも行ってないので、行きたいです。カツオのたたき食べに行きたい。あやし、生魚とか無理だけど、カツオのたたき食べたいんですよ。食べれる気がする。丸亀市なら、まずあのね、骨付き鳥一角ってところの本店美味しいよ。あとは丸亀って何が、丸亀市何があるんだろう。芋丸ってお店があるの、あのスイーツのお店なんだけど、夜は開いてない、もう開いてないと思うけど、めっちゃ美味しい。ファンの人がみんな行って、みんなが美味しいってめっちゃ言ってくれるところ。本当に芋好きだったら絶対大好き、芋丸行ってほしい。そう、ももちゃんにいいとこ教えてもらいたい。高知はね、なんか隠れカフェなんだっけ、なんかカフェがね多いって言ってた。そう、高知って遠いんよね。四国の中でも遠いし、香川県からしても高知遠いってなる。香川方面ありますよ、さぬき弁って言われるやつがあります。生魚が美味しい。あー、そう、四国住んでても高知行くことってあんまなくて、遠足で行ったのと、あとなんか家族で行ったことあるんですよ。でもあんま記憶なくて、でもカツオのたたき、なんかね、市場みたいなのを歩いた記憶みたいなはうっすらある。この 0.1 秒ぐらいの薄い記憶ならある。それ以外何したか覚えてなくて、あとは遠足で行ったんですけど、遠足は桂浜のところらへんで、なんか桂浜のなんかどっか忘れたけどの近くら辺でご飯、お昼休憩があって、仲いい友達3人、私入れて3人組だったんですけど、一人の子がなんかベロにスタンプみたいな飴、スタンプができる飴みたいなのを持ってきてて、そう、あのお菓子の分類で、でそう、口にめっちゃそれをやって、なんかベロが変な色になったみたいな思い出がある。あとはなんかここで坂本龍馬が暗殺されたみたいなを見に行った。
結構記憶あるね。記憶あります。見に行きました、遠足で。小5小6ぐらいですかね、多分。マックね、美味しいですよね。行ってみて。高松からでも松山からでも徳島からでも平等に遠い高知県そうなんだ。さぬき弁教えてください。負ける、水が負けるみたいな。あとはなんだろう、しんどいとか。しんどいは結構使うよね。しんどい、あ、違うわ、間違えた、えらい翻訳を言っちゃった、えらい。しんどいは普通にみんな使う言葉だった。えらい、えらい、しんどいことをえらいって、これめっちゃえらい、えらいねって。山登った時とか、えらめっ、えらっていうぐらいじゃない。現代はそんな感じじゃないかな。なんとかやけん、けんが多いかな。なんとかやけん、なんとか、うん、そんぐらい。言うてあんま変わらん、そこら辺と一緒。広島とか岡山、岡山ちょっと違うけど、まあ結構一緒高知は広島から何時間だろうか。東京からだと飛行機で行きそうだから。確かにどんぐらいかかるんだろう。ディスティニーツアーで高知行ったけど、着いたらヘトヘトだった。ああそうなんだ、うーん、そうなんだ、行ったんだ。水が綺麗すぎる川がある高知県。うん、こんばんは、サディカー。四国最高。桂浜って海入れるっけ、覚えてないよ。ホットアップパイってアップルパイですか、美味しそう。いちご大福パイね、なんか前ちょっとコメントで見かけて美味しそうって思った。万能公園、今桜の季節だよ。高知はツアーで行ったけどめっちゃ遠かった。あ、そうなんだ。タイギーね、タイギー広島弁だよね。ゆうさくかわいい、ありがとう。ゆうさくありがとう、ありがとうございます。ジョンナラン、私使わないです、ジョンナラン。四国産地があるから香川と高知は行き来しにくいイメージ。なるほどね。この間教えてもらったなんとか終電山ですか。おお、嬉しい、ありがとうございます。よしここくん、ピカピカありがとう。ピカピカの、あ、うんぴー。広島じゃけん、あ、広島やけんっていう。そう、広島じゃけんじゃないそう、元祖は香川じゃないですよ。桂浜遊泳禁止だ。瀬戸内はまあ大体一緒じゃない。でもかく、さぬき弁はちょっと関西寄りって言いますよね。だから、いやいやーも言ってた、私、いやいやーって言ってたフォローありがとう。さぬき弁ってなんだろう、何言ってたかな、あんま覚えてないや。でもなんか普通に言ってる言葉も、それなんかいいよねとかも、なんか嫌感って前友達に言われた。マジで標準語すぎて嫌だって言われたいいよねとか、なんかなんで、そうだよね、そうだよねだけ、そうなんやとか、そうなんやとか、めっちゃ標準語らしいんよ。そうなん、香川そうなんっていうけん、え、そうなんそうだし、ジョンナラン使わんです、使わんよね。あかりさんの話すときも方言出ないと思います私。なんがでっきょんね、そうね、なんがでっきょんって言います、挨拶みたい。え、そうなんやは方言なんですか、方言、方言なんですか。都会に染まったのってもうコメント、私運営さん頼んで NG にしてもらいたいです。ほら、東京染まってしまったんですね、これ NG にしたいですね、この、この染まるということ。私、私結構嫌いです。ほにほにって言うんですか？どこの方言ですか？
り言われたら分かる、おかっこまりって言われたらうんって分かるけど、そんな言うことはないかも。犬、犬って飼えるの？へえ、そうなんだ。犬かわいい。犬発音あったのかな。犬犬犬ナドさん、ピカピカありがとう。ピカピカのあんぴーちゃん、ありがとうございます。そう、方言の話になって、私標準語も標準語になっちゃったんだよねって言ったら、ほら染まってしまったんですよねって。もう毎回この流れありますよね。それだそれだ。いや、なんなら戻ってきてるやんって思うけどね。瀬戸内戻ってきてるんですけど愛しかないやんって思いますけどね。まあいいですよ、伝わらないのなら楽しいけど。ぜひね、スペサポも見てください。香川愛をたくさん募っているので、スペサポ頑張っております。今日更新しました。コメントは前回分返しました。全部多分返せれてない、多分返せたはず全員分なので、ご確認ください。あれ通知いくのかな、通知いかない、わかんないよね、帰ってきてるかどうか。通知来なかったらセトラブがね帰ってこなかったから、どうなんだろう、スペサポはどうなんですかね。誰々からコメント来ましたみたいなないよね。みんなチェックしてくんですよ。遅くなってすみません。今日返しました。今回分はまだちょっと返しますちょっと待ってくださいで、あさってまた新しく投稿するんですよ。考えなきゃ文章。オンラインお話し会どのくらいの時間がいいか。アナちゃんベストタイムは7分30秒。タカケンさん、なんだこれ、大空に羽ばたけ、ありがとう。大空に、大空に、ありがとうございます。スペサポ投稿できるんですよ。なんかこう個人でね、ブログとは別になんか投稿してるやつが、投稿できるやつがあって、私は今スペサポ、あ、スペサポ内でね企画をやって、その企画の投稿をしています。最大限ですね、ベストタイムは最大限です。いっぱいお話できますよ。ただ来てくれるだけで嬉しいので、一枚でも待ってます。アービとどんな話したらいいか困って、枚数増やすの悩んでます。何の話しますか。普段みんなどんな話するの、わからん。なんか話ない、なんかさ、話困った時なんか話ないって振られることあるけど、何話すってなる。何話したら嬉しいんですかね、わかんないです。話すだけで嬉しいんですかね、なんだろう、何話すんですかね。みんな何話してるの、話の流れじゃない、話の流れがあるじゃんね、むずいよね。困ったら釣ってください。釣ってくださいは他のメンバーに言った方がいいよ。私に釣ってくださいは違うと思います。本当にそう、釣ってくれ、なんかさ、釣れるメンバーとさ、あの釣りが上手なメンバー、釣る言葉を言ってくれるメンバーとさ、言わなさそうなメンバー、私とかさ、ちょっとね、ちゃんとね、はい、考えてね私はもう釣ってくださいタイプじゃないので、えってなっちゃう私はもう本当にそんなタイプではございませんよ。そんな可愛いふわふわではありません確かに長い方が時間気にせんでいいですよね。そうですよ、一網打尽ですか。説教してくれれば釣れますそんな
決めてます。お、よろしくね。普段顔面マリンライナーの話とかしますよ。どこで誰と321で話そうとしたこと飛ぶ。わかる。あってなるよね。321みたいなノリで気づいたら終わってる。確かにずっと笑ってる。お話し会前に安否の会社を予想するけど大体予想外なこと言われます。ごめん嬉しい嬉しい嬉しい。考えてくれてるんだ、ありがとう。でも私はそれと違うこと言ってるんだ。なんて言って、なんて言われるって思ったら、なんて言われたことあるんだろう、気になるわ。ああナイスバッティング。いつも固まって時間が終わっちゃう。うん、わかるってきてる。あ、123で消えるのってこと。顔映る前に名前見えてますよ。あ、何々さん来るんだーと思って。そう、呼び捨ての回、違う回もあるんだ。私自分あんま分かんない。自分がさ、どう喋ってるのか分かんない。イメトレするけど大体違う結果になる。マジ？そうなんだ。どんなイメトレしてるの？再編オムライン撮るね。あ、嬉しい、ありがとうございます。こんばんは。へえ、返しやイメトレするね。ちょっとしてみて、面白そう。これで当てはまったらすごいけどね。あるよね、時々なんて返ってくるかみたいな。固まってふりをしてみたいです。時間の無駄じゃない？せっかくゲットしてるのに剣を。おお、呼び捨てファンタジー。会社に今にはありがとうございます。会議の報告よりはいろんなパターン想定するけどハマらんくて、あたふた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 、いろんなパターン想定してる。あ、そうなんや。お昼ひよってた注射も取りました。お、うん、取りましょう。お、お、まとめだし。何してるの今ですか。生地で話してるよ。見て、見ての通りだよ。見ての通りだよ。そっちこそ何してんだ想像を超えてきてこちらが返せなることもある。本当ですか。すみません、なんで謝るの。だいたい当たらんね。あ、そうなんだ。仕事の移動してました。わーお、こんばんは、こんばんは、こそ晩酌。この方は何されている方なの？みんな教えてあげて。絶対分かってるのにコメントして。本人確認の時心臓バクバク。あ、そうなんだ。ねえ。トゥルル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 ル。決まって眠れない夜があった。マジシャン友達から、マジシャンマジックできないよマジックできないです。半分ニートは？は？自分の紹介ですか、私の紹介ですか、どっちですか。多分私全然今日バリバリレッスン頑張ってきたし、今でって配信してるし、メールって毎日送ってるし、ブログも今日あの更新してもらえるようにお願いしましたし、ブログ書けましたし、もう全然ニートじゃないんですけど私のことじゃないね、きっと。マジックは本人格でスタッフさんに笑われたことある。何してたの、どんなことしてたんだよ。
マジか。私舞台の時にマジックができる方がいらっしゃって、それを見て私マジックで特技って言おうと思ってたんです。プロフィールアンシャー取って新しくちょっとプロフィール変えますかみたいなの来るんですよ絶対4月ぐらいとかに。だからその時にマジック書こうかなって思ってたんです。100均のマジックグッズで調子に乗ってちょっとできるって言っとこうと思って、はい、そうなんですよ。恥ずかしい、すごく恥ずかしくなってそれを見て、私はこれはマジックできるなんでも言えないと思ってやめました。そう、スペサボも今日出しました。大輔さん、団子じゃないわ、卵ありがとう、ありがとうございます。刀そう、ガチ本物見ちゃって、そのなんかねすごかったんですよ本当にすごくて、なんかトランプとかなんかやばいですよ。ですごくて、ちゃんとテレビで見るやつだって、なんかちょっとかじったところじゃなくてガチガチで、なんかもう言うのやめようと思いました。そう、普通にトランプ振っただけで、そのこう適当に選んだカードを勝手の中に入れて振っただけで上に出てくるんですよ。これはもう技術って言ってて、えみたいなえってなりました。そう、だからそうです、つまりそういうことです。私はちょっと言わない、もうマジのマジシャン。そう、配信でちょろっとするぐらいはねやりたいなって思うけど、特技に書くのはやめようと思いました。その時にマジのマジちゃん、ダイソーを出して対抗する強メンタル持ってほしい。無理です、無理です。あんだちわん、そうそうそう、でそうですね、そうオーラ見れるように頑張ろうと思ってたけど、それもちょっといろいろある出来事があって、オーラは私はもう見えないから、見るの、見れるようになる練習はやめようと思いました。たかけめっちゃ可愛い、ありがとう、あっち向いてほいしましょう、待ってます、ありがとうね。鈴木龍なんて読むやろこれ、杉龍さんかな、わかんないけど、初見ありがとう。 STU48 2期生の香川県出身アンピーこと川端アナです、ありがとうございます。クワスはアンちゃんにとってどんな存在、相棒、相棒だぜベビー。腕立て伏せは一生できないです、鍛えようと思ってないです、腕立て伏せできなくて困ったことないですまだ困ってないので大丈夫です、困った時にしたいなって思います。腕立て伏せはそう、困った時にねすればいいだけ、今困ってない。みんなも困ってないでしょ、みんなもアーナが腕立て伏せできないことに困ってないのでやりません。川端アーナ腕立て伏せやめるの巻、テレレ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 、腹筋はできますよ私、普通に一般的にできます。すぎるよ、自分もクワッスをポケカで使ってます。そうなんですか、クワッスラブです、ほらクワッス、クワッスです、嬉しい、クワッス仲間がいて嬉しい、クワッスうちらで愛を、愛伝えていこう、クワッス愛をな。スノボでこけたら立ち上がれないぞ、あ、助けます、よろしく、嬉しい、助けてくれる人がいるなら腕立て伏せ いらないわ、固定コメント
世界一幸せなクワッス、フォローありがとうございます。できたら困るか、じゃあしないよ、一切やらない。あの最近私やってるマッサージがあって、首のマッサージをするんですけど、絶対する。今の3、5、3期で2番目にクワッス、2番目って何ですか、1番じゃないのかよ、仲間じゃないじゃん、仲間じゃないじゃん。私は一番クワッスが大好きなんだけど、なんだよ。誰が好きなの、アヒルが好きなんか。え、でも私ポッチャマとかも好きで、ずっと水属性好きでした。私もウェイニバルだよ。私もねポケモンやってるんやけど、そうウェイニバルで頑張ってます。ニャオハ、ニャオハね、ニャオハかわいいよね、ニャオハ人気、ニャオハとホゲータ人気。アンビそこ変わって、買ったらいいじゃん、クワス。そしたら変わらなくてもいけるよ。フェルタでクワスめっちゃうまかった、すごい。あのあれだね、手先器用だね。アンビを相棒に、ありがとうございます。進化させないでゲームを進めようと思ってもね、あのレベルが上がったら進化した、勝手に。ピカチュウみたいにさ、持たせてないからさ、進化しない石みたいな持ってないから。ルルポケモン見るの楽しみ、いつからだっけ、もう始まだだよね、ポケモンいつから、もう録画できるのかな、しないと、鬼滅と一緒に。みゆまる、かわいいみゆまる、わかるよ、みゆまる私も好きだった。とろろハマり期はもう過ぎ去ってます、一回食べたら十分でした。今抹茶ブームです、抹茶ラテ飲むの好き。安否が出たらすぐ進化させる。安否進化したら何になるの、安否なんだろう、何になるんだろう。ドゥルルルルルル、こんばんは、嬉しいだけ。スターライトアーナ、安否ギャース、いそう、いそう、安否ギャース、スターライトアーナ、でももう結構ほぼほぼスターライトアンダだからな。冗談です。4月14日からか。じゃあまだあるね。でももうだね。まだ録画できないかな。できる。今日何日かわかんないけど。アンビが進化したらってテーマで大喜利できそう。お、大喜利する？大喜利する？鬼滅か先に始まるのは。鬼滅楽しみ、無一郎くんが出てくる。無一郎くん、やばい、クワッスが来たことによって目がトロンとしてきました。抹茶スイーツ専門店行ったよ。いいな、どこに、広島にあるの、いいな、私抹茶今めっちゃ食べたい、飲みたい、飲みたい。抹茶ラテ好きなんですよ。抹茶の季節なんですかね、今わかんないですけど。抹茶スイーツ専門店絶対美味しいじゃん。何食べるの、ステラさん10個ぐらいあげたい。ありがとう。鬼滅映画見に行けなかった、もうね、映画見に行けるね時間がありませんでした、ありがたいことに、マジありがたいことに。ウェルピーマン、ウレピーマンは、ウレピーマン、ウレピーマンは、ウレピーマン、桜のドリンク飲みましたか、飲んでないです。クワスグスグッズは靴下とこの片方の耳のイヤリングとこれとクワスのぬいぐるみだけですよ、他持ってないです。実家宇治です。ってことはお茶のところってことですか、めっちゃめっちゃいいじゃん。
抹茶のために京都行く贅沢したい。わかる、京都行きたい。抹茶今ハマってるけ、そう行きたいです。フェニックスホールの近くにあるけ。あ、そうなの、嬉しい、ありがとう。アンピア何タイプですか。私何タイプだろう、私何タイプですかね。意外と持ってなかった。持ってないですよ。そっか、テレ東広島もないじゃん。本当じゃん。5月ぐらい新茶のイメージ。ああ、じゃあちょうど季節なんかな。抹茶アイス食べたいね。わかる、いいね抹茶アイス。こんばんは。抹茶アイスいいね。ゆきまやつるさん応援してて、ありがとう。応援してて、応援してるか。あ、これ応援してて、応援して、応援してる、ありがとう。応援してる、ありがとう。クラスの靴下いい速だよ。クラスの単体のグッズあんまないよね。あるのかな、もっと都会に行けばあるのかな、わかんない。くるくるの好物抹茶なので。あ、そうなの。くるくる、くるくると仲良くなりたい。まだね、研究生ちゃんと仲良くなれてないから、その話す程度は話せるけど、なんかめっちゃ仲いいです、イエーイウェイではないので、ウェイってなりたいですね。ちなみにね、最近すごいね思うのは、あずみんちゃんやっぱ四国だし一緒だし仲良くなりたい、同い年だしって思うけど、もう可愛すぎて、なんかね見る瞳がキラキラしすぎて眩しすぎて、あのね可愛すぎて話せないです緊張します、めちゃくちゃ。そのなんか前なんかで話した時に、うーんうんうんみたいな、もう 目からもう興味あります、うんうん、キラキラくるくるって感じの、もう 目がねすごい可愛くて、見てくる顔が、え、待って可愛すぎると思って、可愛すぎる無理みたいな、わかる、うん、めっちゃ話せなかった全然。え、可愛すぎない、同い年です、なんかなんて言ったらいいんだろうな。いやもうマジガチ恋だわガチ恋枠です、あれは。そう、直接会ったら分かりますよ、みんな。いや、やばいです。話せないってなるそう、なんか同い年ってよりかは、なんか一アイドルとして見てる、やっぱ可愛いみたいな、やっぱ可愛いってなります。お風呂上がりの香りの話を、そう、お風呂上がりの香りの話をした時マジで可愛すぎて釣られました。僕のこと好きなのかなって思っちゃう目してくる、わかる、超わかる、あずみちゃんめっちゃわかる、超わかる。嫌よね、あれやばいよね、やばい。そう、お風呂の話をした時も、みたいな、嬉しいですみたいな感じで言われた時の顔が可愛すぎてってなった。なんか心の中でずっと喋ってる、やべかわいい、え、マジ尊いみたいな、でも口には言えないから、そうなの、うーんみたいな、うーんってなった、本当に。うん、いやもうオンラインとかじゃなくて本当に直接会ったらめっちゃ変わると思う、本当に。直接が一番あざとあずみんですあざとあずみん、俺のあずみんのあるからね、みんな天性の人たらしいや本当に、これ言おうと思ってた、本人には伝えられないけど、私ちょっとあずみんと話すとき語彙力なくなっちゃうのはそのせいですよ。
ていうのをあずみに教えときたい。あなた可愛すぎるのよって言いたい。そう、尊いで溢れてるよね。バカケアお疲れありがとう。またお疲れ、今1位ありがとう。たっけありがとうございます。お仕事頑張れ。俺のあずみになるメンバー増加中って聞きました。あ、そうなんだ。やっぱそうなんだね。しかもさ、別にあずみちゃんさ、そのあざといを狙ってるわけじゃないんですよ。もうそのあずみちゃんの素なんですよ。それがもうマジとやばいんですよ。わかりますか、言いたいこと。あのね、ね、わかりますか、これ伝わる？やばくない？あのさ、なんかさ、可愛く返事をしようとか、そう可愛く返答しようって絶対思ってない感じなんですよ。だからこそね、罪深いですよね。罪深いです。可愛すぎる。そう、天然、本当に天性の、そう天性の、本当に。だって私がなんだっけ、何の時だろう、普通の公演の終わりのタクシーに乗ってての時ですよ、の時の話だから、本当にそこで可愛いを出してくるのおかしいじゃん。だからもう本当に素で可愛いんですよ。もうそこがやばいよね。学校でモテる、あずみちゃんは絶対モテた、絶対モテた、絶対落ちる。だってさ、ちょっとさ、明日委員会あるっけみたいな聞こうとしただけでさ、絶対落ちるよ。それだけで落ちる。明日委員会あるっけって言ったら、あずみちゃんが、え、明日あるよみたいな、明日何時からあるって言ってたよって言われた、その目だけで、え、もしかして俺のこと好きやんみたいな絶対好きやんみたいな勘違いしちゃって好きになっちゃう。あずみちゃん絶対、しかもでもあずみちゃん気づかなさそうだよね、そういうの。うんうんって話聞いてくれそう。え、そうなんだみたいな。そう、え、ちょっとね、距離感バグだよね。あずみちゃん距離感バグだと思ってる。え、めっちゃ前近くでびっくりしてさ、可愛いってな。可愛い、罪な女だぜ。仕事化して、いいよみたいな。2個あるから使ってていいよとか言われるともうやばいね。やばいです。そう、そうね、上目遣いで可愛いです。あんちゃんの件でおしましてみよう。何言ってんだよ、何言ってんだよ。そう、そらさんがね、すごい可愛い可愛いって言ってるのもすごいわかります。かわいい。なんかリオツンとかさ、私お嬢様だと思ってたの。いや、お嬢様だと思うよ、きっと。すごいさ、服とかもさ、ちょっとさ、ふわっとしててさ、ちょっとお嬢様系じゃん。でさ、すごい綺麗じゃん、すごい。だからさ、お嬢様系だなって思ってたのっていう話をさ、マネージャーさんに、お嬢様っぽいですよねって言ったら、いや、意外と普通だよ、あの、その金銭的なとかじゃなくて、そのキャラクターというか、キャラクターというか性格というか、全然普通の高校生って感じだよって言ってて、え、そうなんだって思って。中学生かな、あれ、りょうつんは中学生ですか、高校生ですか、中学生ですか、もしかして。そう、中3か、普通の中学生だよみたいな。全然めっちゃはっちゃけてるし、はっちゃけてるというか、シミサラとかと仲いいしってああ確かにってなって。そう、確かにってなりました。なんか意外とワキワキしてる。なんか、なんて言うんだろう、ウフフっていうタイプかと思ったら、
確かにゴリオパワーって言ってるもんね。確かに。なんかそこが意外だった。シミサラもねお嬢様に見えるけどね、スはもう本当にはっちゃけはっちゃけわんぱく女子ですから本当にそう、それぞれいいキャラしてて。そうなんですよ。ノアピの話とか聞いてて、ほんえ人生何周目って思う。ノアピはちょっと人生一回送ってから来てると思う。えじゃないとなんかえみたいな。だって中1、今中2になる、新中学2年生になるんですかね。中2になるのかな、リオツンは。リオツンじゃないわ、ノアピちゃんは中2になってさ、こんなしっかりしてる子いると思って。なんかスタイルキープのために最近その水泳行ってるんですよとか、なんかバレエもなんか言ってたし、なんかなんだっけなとか言ってて、えみたいな、中2でしょみたいな。でドラマのこととかもすっごい話してて、ドラマ、このドラマ見てたんだけど、ですけどメイクさんと話してて、メイクさんとはめっちゃ喋ってて、中学1年生の時にめっちゃ喋ってて、でこの方の演技はなんとかなんとかですごい好きでしたみたいな、ここがすごい良かったですみたいなすごい言ってて、そのえなんか演技のこととかドラマの話のこととかすごい言ってて、このドラマはこれでみたいな感じで言ってて、あ多分一回人生送ってんなって思いましたすごいと思って、すごい喋るし、本当にマイカーっぽいし、そうですね、レッスンとかしてて、マイカーとか最近公演見てたりとかしたんですけど、本当になんかなんかいい意味で研究生感がないというか、中学生感がないというか、いい意味で本当にもう出来上がってるというか、もうこの先の将来が楽しみすぎる有望メンバーですよ。ブラッシュアップライフそう、何度目か聞いてみないとね、本当に。そうメイクさんと会話弾んでたからねそうなんです。いい旅の日歌ってたのかわいいそう、のびちゃん。え最近くるくるちゃんで驚いたのは、さこちゃんの方が年下なんですよっていうのにびっくりして、えそうなのって、そうココアさんと2人でびっくりした。あそうなんだってなった。なんかしっかりはしてそうだけど、ふわふわもしてそうだけど、くるくるちゃん芯はあるんだろうなと思うんだけど、ふわふわしてるじゃないですか。だからあ、さこちゃんよりも年上なんだと思ってびっくりしたそういい意味でびっくりしました。さこちゃんはね、でもさこちゃんなんだかんだ人見知りな部分あるんですよ。でもねふとね近くに来たりとか、なんでさこちゃんはねめっちゃ可愛い部分あって、ちょっと言っていいですかね。さこちゃん、でも後輩ちゃんと仲良くなりたいんですよ、絶対。その、今のアクター、ニューウェーブプロジェクトの4人と、そして3期生ちゃんとも多分すごく仲良くなりたいと思ってて、やっぱ、同じ年齢がいないんですよね、さこちゃん。2期生で入った時は最年少って言われてたんですけど、やっぱ最年少なので、さこちゃんと同い年ぐらいの子がね、やっぱ年が近いって言っても、年が近い子もそう、シミサラとかは近いかな、けどやっぱそんな少ないじゃないですか、年が近い子が。私たちの世代が多かったから、さこちゃん世代が少なかったから、さこちゃんがすごい
多分嬉しいと思うんですよ。同じ世代が入ってきてくれて、しかも後輩ちゃんが入ってきて先輩風を吹かせられると思っております。きっと知らないですよ、知らないけど、でも絶対仲良くなりたくて。そうそう、あとね、意外とね先輩してるんですよ、さこちゃん。なんかね、ダンスここをなんとかだと思うよみたいな言ってたりとかしてる場面を見たことがあるから。そうそうさこちゃん、そう後輩ちゃんを楽しみにしてますよ。三期生ちゃんと、多分ね三期生ちゃんと年齢が近いんだと思いますよ、さこちゃんは。きっとさこちゃんとかのびとかはね、きっとだから、そう、ナイスナイスナイスペアができたらいいですね。さこちゃんはね、人見知りなところもあるのでね、そこがまた可愛いんですよね。あとね、髪の毛が可愛い、ずっとクマちゃんとかしてて可愛い。メルヘンチック、いつもじゃがりこ食べ、じゃがりこ、じゃがりこを食べてるとこしか見たことないぐらい、じゃがりこで後輩できるのね、嬉しいと思いますよ、きっと。ダータムさん、えらい、ありがとう。私も同世代入ってきてほしいな、三期生ちゃん。さこちゃんはなんて呼ばれるの？さこさん、さこさん、さこさんやじゃない？でも私、おきさんって呼んでるもんね。だからさこさんだわ。だってみんな、おきちゃんって言うわけじゃん。でも私たち2期生は、おきさんって呼んでるわけじゃん。さこさんって呼ばれるのか、じゃあ。うわぁ、さこさんか。やばいね。うん、やばいね。さこさんって呼ばれる。ひめたんさんじゃない？え、でも、え、自己紹介ひめたんでやってるか。か、2期生か、さこちゃんって呼ぶのは。2期生のメンバーみんなさこちゃんって呼ぶんですよ。でもさ、多分ファンの人は姫たんって読む人多いよね、きっと。だから後輩は姫たんさんって読むんじゃない？姫たんさん、姫かさんとかじゃない？2期生さこちゃんって呼ぶよね。なんでだろう、わかんないけど。池田ちゃんとかもさ、ニックネームなんですか？池田ちゃんのニックネームなんですか？池ちゃん、池田ちゃんですか？池ちゃんどっちだろう。イケちゃんのニックネーム何ですか、皆さん。あ、イケちゃん、イケちゃんって呼んでる、みんな。イケちゃん、イケやん。池田ちゃん、じゃあイケちゃんとかどうすんだよね。イケさん、イケさん、池田さん、池田さんになるのかな。イケちゃん、私たちどうだろう、私とかはイケちゃんって呼んでるんですよ。結構2期生みんなイケちゃんって呼んでるんですよ。公式のニックネームが何か分かんないけど、イケちゃんさん、イケさん、池田ちゃんがアイコパセリって呼んでるの、ちゃんなしで。あ、そうなんだ。イケちゃんさん、うん、アリサさん、私アリサさんのこと、アリサさん、アリちゃんって呼ばれてるじゃないですか、アリサさんは。私アリサさんって呼んでる派ですね。アリさんはちょっと変なのでアリサさんって呼んでます。確かに、じゃあ池田さんって言うのか。P さん、全然 P さんって呼んでください。私、研究生ちゃんにはアンピさんって呼ばれてますね、きっと。きっとね。ユラさん、いいね、ユラさん。イケちゃん、イケダちゃん。ミネさん。アリンコサラピじゃん、それ。ミネさんって言ったらリネちゃんですね。チーカーマタちゃんはなんて呼ばれたい？なんでもいいですよ。何でもいいが一番怖いよね。でもね、多分言われると思うんですよ、マネージャーさんに。だから言われた子、名前で呼んでください。そう、
アリちゃんさんアリちゃんさん、私あかりんさんとか、私最初福ちゃんってニックネームじゃないですか、だから福田さんって呼んで呼ぶこと多かったんですよ絶対最初。でもいつの日からかあかりんさんって呼ぼうと思ってやってたらいつの間にか定着してました。コメント止めてた、ごめん。あーパン買ってこいって言ってみてと悪いささやきしたい焦るよね、えみたいな、ドッキリみたいな、えカメラ入ってるみたいな人が自分の呼び名変えてきた時ドキッとする、わかる、マジわかる、やばいやん、わかる、わかりますなんかずっとなんかアンナちゃんって呼ばれてたのがアンナになってた時とか、えみたいな、アンナ嬉しいってなる仲良くなった感あるよね。隣の町の隣町のカレーパンまだって言わないぞこんばんは、ピーつける、P メンバーいないですかね、さきせちゃんどうですか、かなうちゃんとかかなぴーとかどうですか、かなかなぴーかなぴーとか最悪私、うん、かなうちゃんはかなうちゃんでいいと思うわ、かなかなうぴー、ちょっと難しいね、かなぴー絶対誰か電子バトするじゃん配信とか始まったら、アンピがアンピがかなぴーニックネームどうですかって言ってたよとか言われるよ言われるよ、やめてよ、電子バウトされちゃう、これいつかいつかアンピさんがって言われる先輩のアンピさんがって、やめてよそんなコメント、困っちゃうから、話しいたけ話しいたけです、中身ちゃんみたいに採用される、あー中身ちゃんね、いいよね、ピーチルドレン、ユーナちゃん、ユーナちゃんはユーピー、ユーピーどうですかユーピー、ユーナピ、ユーナピもそうだよね、ユーピーだね、ユーナユーナはもうできないからね、ユーピーはどうですか、ユーピーでも言いにくいね、残念残念残念、ウナピーってそれ、ユーナ、もうユーナちゃん、ウナちゃんって呼ばれてるから、ユーナちゃんもう結構結構ダブってる優秀な電子バトがダメピ、ダメピーですね、そうね、カタカナ P 空いてますよ、カタカナ P 待ってます、ユッティって違うよ、もう P 入ってないじゃん、リアピー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 幅ないで、 P なんかリアピー、リアピー、リアピー、リアンピー、リアンピー、リアピー、まあでもリアちゃんだもんね、リアちゃんって名前なんだもんね、もう私要素しかないよね、うん入れた、リアちゃんはリアタン、リアタン可愛いよ、でもどういうキャラ、なんかすごいさ、なんかクールビューティーな顔してた、してらっしゃった、すごい14歳という若き年齢なんですけど、私小学生かぶってなかったんですよ、深く考えたら7歳
6歳差なんですけど、6歳差って言っても 1,2,3,4,5,6 だったら違うから、私小6の時幼稚園生だったんですよ。やばくない？その子と同じグループっていう、え、冷静に考えてすごくない？だって私が小6の時に幼稚園だった子知ってるんですよ。青組だった子幼稚園の青組、あの子と同じグループになるってことでしょ。え、考えたらやばいもん。だって私中3の時に中 1？ じゃあ中3の、高3の時に中1でしょ。私高3の時の子ってことはあの子でしょ。あの子がグループ入ってきてるってことでしょ。やば、やばくない？こうグループってすごいね。アイドルってすごいわ。こうやって交わらなかった世界線の子と交わるんだよ。すごくない？あのクールビューティーな会見、あ、そうなんですか。うわ、14歳ですよ。サコちゃんと、サコちゃんじゃない、間違いノーピと同じ年ぐらいですか。衝撃ですよ。親子でもおかしくない。いや、親子はさすがに無茶ですね。無茶です。まだ無茶です。私はまだ無茶ですよ、二十歳なので。普通に生きてたら出会ってなかったと思ったら感情深いですよね、本当に。ノアピとリアちゃんはどんな会話をするのか。ノアピはね、ガツガツきますから。そう、本当にノアピの話はめっちゃ有名で、サラピに話しかけたっていう。そう、そこでもうみんなの衝撃が走りましたから。普通に帽子サワサワしに行ってましたから。サラピが触ってて、サラピの帽子をこうやってサワサワ触ってて、みたいな。すごい出会いました。だからノアピは大丈夫です。心配は何もないです。何にもしてないです、ノアピちゃんに関しては。さすがですよ。好奇心が勝ってるような。そうなんですかね。だって帽子に好奇心なんて持ってないじゃないですか。サラピが被ってる、サラピ帽子被ってた時に、その被ってる帽子を触ってるんですからね。頭なでなでみたいな感じで。そうなんですよ。楽しみですね、これから。僕が帽子サワサワしたらリアルに殺される。そうだろう。3期生サラピチャレンジロケみたい。でもね、サラピ優しいから、全然話したらもう一見、やっぱ顔面がお強いので、そう、綺麗なのでね、美人で、話したら全然ね。殴られた後捕まる。サラピアリアクション誰みたいな、誰みたいなので、あのピカーって分かったら、ちょうどマリカーしてたかなんか、ね、で、ああみたいな。だから別に何もなかったよ。そうだから、ね、まあ前髪は触ることはないでしょうね。そう、研究生の時に私がユミンさんの被ってる帽子を触りに行くってこと。やばい。やばいやばい。ウケる。石川くん、礼をしてありがとう。パワー。そう。そう、サラピめっちゃ、めっちゃあったのは、やっぱシミサラがね、僕の太陽公園で早く出てしまったっていうエピソードがあるんですけど、その時のサラピの笑顔という、笑顔はね、もうあのめっちゃ DMM で、多分公園、僕の太陽公園で一番笑ってたと思う、あれがサラピ。
思った以上に優しくて、どういうこと？9月28日伝説のしみさんの背中、あれはやばかったよね。あれ面白すぎたよね。切れたん？切れてないですよ。めっちゃ面白かったっていうやつでした。そう、サラピがめっちゃ笑ってて、ナトムさんハートありがとう。あれはやば、めっちゃ面白い。一番の笑顔でしたよね。セオリーさんピクピクありがとう。今から帰った。ウェイニバル、さっきウェイニバルなんかコメントなんだっけ忘れたけど、ナトモさんハート100ありがとう。大好きピー、あの声だけ特別に DVD にしてほしい。あれやばいよね。むしろあそこだけでユニットコーナーだけでもいいもん。うん、めっちゃ面白かった。私はめっちゃ笑っちゃった。私気がなんかね、なんかあって、あ、じゃあ日暮らしの衣装を着終わった後にお水飲みに行こうと思ったら、なんかスタッフさんがちょっとあ、待って、あ、待って、え？ってなって、え、どうしたんですかって、シミサラがみたいな言ってて、で私シミサラ見て衣装間違ったのかなと思って見たけど、別に間違ってなくて、えと思って、え、待って、って後からじわじわ来て、間違えて出ちゃったみたいな。一番一サビでもう出ちゃったみたいなんで、ずっとずっとマジで面白かった。あいあいさん、だるまありがとう。グッズ展開、背中、シミサラの背中。本当に面白かった伝説。一生僕、一生忘れないと、僕隊やりますって言われたら絶対思い出す。僕隊って言葉聞いただけで思い出す。全メンバーの表情アップバージョン欲しい。わかる。あの声入ってた方ラッキーだね。いいね。今日21時までします。武勇伝定点で見てたの。めっちゃいいじゃん。欲しいもん私それ。誰かリバイバル、なんかさ、今リンコがさリバイバルでさ DMM で見れるようになってんじゃん。あれ誰かシミサラのやつやってほしいよね。私やろっかな。私が私が何か選べる時が来たらやろっかな。選びたいね。私出てるからね、選べるね。でもさ、一見なんでってなるよね。え、なんでこの公演なんってなるけど、よく見れば。山田さんありがとう。さりげなく他の理由、やっぱ昇格して、昇格が決まって、まだ昇格してないんですけど、あの研究生最後の公演かな、あれ違いますかね、わかんないけど、そうきっと。お、シマウマお疲れ様。よいしょ。そうやりたいね。かっこいいっすの。いいプレゼントだね、シミサラカーの。本当にあれは面白かったです。こんばんは、走る電車、電気通のあたり、前の車両ずっとチラ見せてた、釣り革捕まるあなたの右腕、昨日より日に焼けて太陽近づいた、ペン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 ペ
ぴょん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 。こういうこともあったけど、なんとかなんとか緊張しないで大丈夫だよって研究生の見せる教材に確かに。アンピカはメールが少なくて実は心配してた。今日ですか？今日全然少なくなくない？昇格ツアー思い出すね。昇格ツアー思い出しますね。楽しかった。毎週いろんなとこに行けて、瀬戸内の中に行けて、徳島から兵庫とかなんか行ったりとかして楽しかったです。幕が閉まるボタンのね、ありましたし、昇格の日が初めて出演のコンサート行った日。ああそうなんだ、ありがとうございます。なんかいろんな曲をさせていただいて、今思うとすごいレアだったというか、今すごい SJ の曲をいっぱいやらせていただく花だれ公演とかでね、だからこういろんな48グループの楽曲を挑戦させていただいて、昇格ツアーで、そしてあと決戦の日の時も新しい曲を何曲かやらさせていただいて、そう、うん、やらせていただいてて、うん、そうですね、嬉しい、ありがたいですね。夢を死なせるわけにいかないとかね、孤独なランナーとか、トン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 、あとなんかやったよね、何やったっけな、夢しな、夢せるわけにいかない、諦めるなよ、トゥトゥトゥルルルトゥ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 、もう一度夢を死なせるけいかない、あげうん、私みほちゃんとゼロ割だったんですよ。ダブルセンターなのかわかんないけど、あれはみほちゃんセンターなんですけど、そう、でもなんか2人で割ってたんですよ、バッシュセンターを。だからすごい、いやセンター割ってたっけ、割ってないわ。でもなんかサビ、なんか大サビかな、なんかでね一緒だったんですよね。嬉しいな、思い出。インディーボーイさんひよこかけじゅうありがとう、おわぴよぴよ、ありがとうございます。エモ、今日私夢見た、三期生ちゃんの夢見た。さきせいちゃんの夢見てさ、さきせいちゃんがどんな子が入ってくるか公開されてったの。じゃあ、あの赤メガネの子がいて、でけん、あのね、私赤メガネの子が三期生にいると思ってたの。でも赤メガネの子いないです、多分知らんけど、わかんない。赤メガネ、わかんない。でも夢の中で赤メガネの子が入ってきて。TikTok 見てて、じゃあ赤メガネが来て、赤メガネが来てって言い方めっちゃ悪い。赤メガネが女の子が出てきて、え、やっぱこの子は3期生だったんだっていう夢は見た。やばい、やばい夢だよね。見ました。ファーストラビット踊れるよ。トゥ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 ルルルルル。好きだ好きだ好きだ、夢逃げいいよね。今日赤メガネ来たら尊敬する、夢で見たからね。赤メガネさん、コメントで赤メガネとかやめてよ、コメントするな。いてっつっても。2期生には確かパセリが最初、ショールーム審査の時メガネでしたね。アンビちゃん推しの赤メガネとは。そう、
夢でそれを見た。あとなんかを見たけど思い出せない。思い出せない、すぐ消えてしまって、切なくなるんだ、日差しのようにあの日に戻れればいいのに。私はこっち側の耳にかけるやつがないメガネ、黒メガネ持ってます。今欲しいメガネ赤メガネ、 いいじゃん。私の夢で赤メガネ出てきたからいいと思う。今日の公開で言ったらちょっと若干気まずい若干気まずいけど、でも正夢になるからね。すごいよ、正夢いいじゃん。正夢だったらすごい。わかんない、実際本当にいるかわかんないですけどね。まだ間に合うから、まあ、赤眼鏡で撮ってほしい。この配信見てる？見てますか？三期生ちゃん。誰も見てないかも。悲しい。失敗だぞ。雨の話し方いい、ありがとうございます。赤メガネ、黄メガネとかいいね、目立つじゃん。目立つのか分からんけど、緑メガネ、え、めっちゃおしゃれじゃん、いいね。ここが痛い、どこが痛いか探ってた。ここだ。6周年の練習で忙しいだろう。いや、私たちの方が大変だ。私たちの方が大変だ。知らんけど、なんです。ああ、危ない、危ないじゃないか。みんなはめないでよ、私のことを。七円台、水色メガネ、水色メガネとかいるんだか、いるのかな。量産型黒メガネなら私です。こんにちは。水色メガネ結構あるよ。あ、そうなの、あんま知らないよ。首凝ってる。そう、首じゃないわ、肩こりっすよ。鼻つきメガネです。へえ、肩に効くのはこれですね。首を伸ばしていきます。なんで肩凝ってんだろう、わかんないんだよ、ね、だって勉強してないのしさ、私座ってないんだよね。なんで肩って凝るんだろう、不思議だよ。なんか一回リセットしたくない？リセットボタン押したい。グレープフルーツさん、えらい、ありがとう、えらい。ごついメガネして公園行きます。お、いっぱい見れるね。ありがとうございます。体が柔らかいとさっていうのとさ、あれは違うからね。生きてるから。なるほど。どうやったらさ一回この肩借りってなるんだろう。マジ直したい。一回さリセットしたくない？どうやったらリセットされるの？枕合ってない。でも私枕ね、ない、枕使ってなくて、最近チンアナゴを寝てるんですよ。チンアナゴで寝てる。え、それがあるのかな、それかな。
安否を応援してさせてください。よろしくお願いします。しおりんさん応援してる、ありがとう、応援してる。でも湿布貼るほどじゃないの、湿布貼るほど硬いわけじゃない。よいしょ。しゃあないよ。あ、そうなの？寝にくそう。いや、チンアナゴが寝やすいんよ。枕よりチンアナゴだったら寝やすいからさ。そう、チンアナゴで寝てる。一回腕引っ張ってもらいたいもん。お世話になってますなんかフェスの情報出た。あ、そうなんですか。琴音みたいなやつですか。琴音フェス出演メンバー決まってないよってやつですか。ネイティブサンズアバレンタインってとこのメガネ調べてみなさい。水色出てくるよ。ネイティブサンズアンバレタインタイン。アンバレンタイン。イットライブだって。ちょっとお前配合遅いのでそっちを見よう。イットライブメンバーが出てる。私出てるってことですか。私出ますか。私出ないんかい今の流れ私が出ると思ったじゃん。スタジオさんじゃないですか。4月17日。え、めっちゃ私だと思ったじゃん今の話の流れで出ると、あ、出るんだとか思いながら知らないけど一応見ようとか思ったら出ないんかい水色メガネ。どれ水色メガネ。ね、そういう流れだったよね今。だましたな。水色メガネ。トゥルストゥトゥルル。ああ、なるほどね、水色メガネね。確かに。おお、水色だ。あ、水色だね。水色ですわ。水色だった。ちゃんと水色でした。ラーラー。よいしょ。私まずメガネ似合わないからさ、あんまりもともとしないんだよね。メガネかけないですよ私ほんまに。メガネあのままですよ。かけないしっかなと思って。メガネマジでかけないんだよね。てか私めっちゃ話変わるんだけど、右側のねなんとかなんとか筋がめっちゃ硬い。左は全然なのに右だけめっちゃ硬いんですよ。
めっちゃアンバランスじゃない？なんだっけな、ちょっと思い出すね。めっちゃ硬いんですよ。左は全然なのに右だけめっちゃ硬いんですよ。増貌緊張部、右側だけめっちゃ硬いんですよね。増貌緊張、なんでだろう。カバンとか気づいたらかけてる、そっち側かけたのかな、分からんけど、なんでだろう。いつ頃から知らないですよ。背中です、背中、背中、僧帽筋って呼ぶんですか。本当だ、僧帽筋胸部。投球しすぎた、右側だけ。そういうこと。首から背中の筋肉、なんでだろう、 なんで硬くなるんだろう。右側だけ、左は別にあれなのに全然なんもないのに、右側だけめっちゃ硬いです。痛い、雑巾がよくいる、わかる。原因は何ですか、やっぱカバンですか。ポケモンボールの投げすぎ、やっぱそういうこと。だから私これあるじゃん、こうやってさ後ろでさこうやって組むやつ、こっちはできるんですよ。でもこっちはこっち側が硬いから、そうちょっと硬いんですよ。こっち側がね、こっち来ないから、こっち側が来ないから、こっち側こうするときは届くんですよ、こういけるから。でもこっち側はこっちが硬いから、ちょあんま下がちょっとこんぐらいになっちゃう。だからちょっと投球してるのかな私、気づいたら。どうしたらいいんですか。今その肩を、肩というか肩甲骨を柔らかくすることを今頑張ってて、今のハマりです、今ハマっていること。だからタオルとかを買って回したりとかしてチェックします。あの柔らかくなるように頑張ってます。でも多分今までずっと硬くて、ずっと硬かったんですよ。でそれでマッサージしてここが硬いんだってことを気づいたので、利き手の問題。なるほどね。いつも踊ってるから、いつも左手マイクじゃん、結構右で踊るじゃん、それは関係ないか。何なんだろう。ほらありがとう、寝てる姿勢とかもあるんかもね。痛いわけとかじゃないですよ、普通に硬いなって感じ。硬いなぁと思います。ほらありがとう。私ね、霊はねついてないって、なんか見える方に言ってもらったので、はい大丈夫です。大丈夫ですよ。バミル、マッサージ行きたいんよね。マッサージ行きたいんです。てか私なんかね、頭のね SC 専属のトレーナーさんいないんですよ。頭のマッサージ、頭皮の行ったことあるんですよ何回か。ちょっと高いんですけど頑張って行くんですよ。じゃあね、森塩セット届きました。おめでとう、ミミちゃんお疲れ、ありがとう。めっちゃ気持ちいいよ。でもね、頭一瞬痛くない、ぶり返しみたいなんでちょっとボワーってするけど、でもいいよ、マジおすすめ。頭マッサージマジ気持ちいい。あのね、なんか私その
なんか行ってた時めっちゃそう行ってたからあれなんですけど、なんかここが こことここ食いしばりがあってこれかかりこれ安いからここをめっちゃやればいいって言われて日頃からやってる。マジ頭のマッサージマジ行った方がいい。改革起きるよマジで。目とかが開きやすいもん。えマジで行った方がいい。行きたくなってきた。マジおすすめ、革命です。マジで気持ちいいから。私寝るときあるもん。えでもねなんかね本当は痛いらしいの。髪の毛入るかどうか知らないけどマジで痛いらしいんですよ。痛いってなるらしいけど私マジ気持ちよくて、あのね寝てるんですよ。で寝てて大丈夫ですかって言われて、みんな痛い痛いって言って寝る人とかいませんよって言われて、あ、めっちゃ気持ちよかったですってそうなんですよ。私痛いのに強いタイプですって。頭専門、頭専門。えでもなんだろう、あのなんかちょっと接骨院ではないですけど体の歪みとかも直してくれる。指の歪みもなんか手首って日常でよく使うから歪んでるらしいの。それをねなんかよくわかんない引っ張って直してもらう。どうやってやるのかわかんない。だから私ちょっとできてないけど、ね、あできた、今直った。なんかね直してもらえる。アイスボーやったことなくて、でもやってみたいです。痛みに強くて。まず俺に話し通せ。どうしたどうした、落ち着け落ち着け。そう糸気持ちいい、そう糸気持ちいい、そうそうそう。痛いもんなかった。めっちゃ気持ちよくて寝てた気づいたら。あと顔のマッサージをねここめっちゃしてくれるの。めっちゃ気持ちいい。整体じゃないけどね、あ整体みたいなんですか。私は顔なんだけどここもやってくれるし、こうやってめっちゃスッキリする。持ちつけ持ちつけ。でなんかの時に顔のマッサージ一回行ったの。顔というかそう小顔になるマッサージ、ここの顔だけのねマッサージ行ったことあるんですけど、マジでスッキリした。めっちゃねギューって上げられるんですよ。痛いとかじゃないんですけどめっちゃ気持ちよかった。老廃物ギューってなってそう楽しかった。また行きたい。ペッタンアーイペッタンアーイ。心のマッサージ。グロジ結婚してありがとう。グロジありがとう。グロジにたくさん会えますように。ソリンパを流す。あと首に来るタイプって言われた。そのなんかなんだっけな、忘れたけど首が凝りやすいタイプ。首これでなんか首痛いなとか思ったこと、なんか首がなんとかなんとかって思ったことないですかって言われて、いやそんなにって言ったら、すっごい首がねって言われた。今はでも柔らかい気がします。首ます毎日ストレッチやってるのに。あとここを回すのがいいらしい。みんなも やってこれで小顔になれるよ。血行が良くなるから。耳と耳をここで挟んで回す。これめっちゃいい。あと、ね、上に引っ張るの、横に引っ張るの、下に引っ張って回す。マジスッキリする。おすすめ。いや頭皮マッサージ行きたいマジでいい。頭のマッサージ行きたいな直近で。でも今さ頭のマッサージ行ってもさ頭の脳みそが今スッキリしてないからさちょっとダメかも。
自分は耳が頭の上についてるで、ね、うさぎですか、うさぎちゃんかな。サウナ行きたいけどね。フワッピーさんありがとう。サウナ行く時間がない。嬉しいけどね。嬉しい悩み。配信の時間削ってなら行けますけど。バレた、ウサちゃんなのね。サウナ行きたいよね。耳ちょっとやっただけスッキリするよね。すごいよね、人間って不思議。あと私ここグリグリするの好き。ポケットって言われてるから。サウナの水風呂入ります。頑張って、頑張ります。リンパを流すのって大事だと思う。こんばんは。一緒にサウナ入りません？サウナはね、なんかねよろしくないですよね。でもあります鎖骨はみんな持っております。こんばんは。タオルで熱風対決なんですか？こうファーファーってやつですか？森元銀河さんピカピカありがとう。ピカピカの一年さん、手のマッサージしよう。なんか田中みな実さんがそこの、私結構顔赤くなるタイプなんですよ。赤くなりやすいんですけど、結構喋っただけでも赤くなるタイプなんですけど、なんかその人のなんかその人どうしたら治るかみたいな話してて、お水をたくさん飲むといいっていうのと、あとなんかなんとか飲むといいって言ってて、お水をたくさん飲もうと思って頑張ってます。あんま変わんないけどそう、ハートありがとう。なんかさね、効果あるといいよね。私多分皮膚がね薄いんですよ。だからすぐなりやすくて、足湯はねセーフね、全然セーフ。2リットルかな、今何本目だろう、分かんないけど。でも今までもずっと心がけてたんですけど、より心がけてます。トゥ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 、あと毎日豆乳飲んでます。なんかよくわかんないけど毎日豆乳飲んでる良さそうかなと思って飲んでます。ドクターフィッシュね、なんかね宮島あるよね、手突っ込んでるやつ。半身浴は全然セーフじゃないでしょ。半身浴はセーフじゃありません。美肌になれますか豆乳、じゃあいいのか。じゃあいいですね。豆乳うどんいいな。豆乳うどん私も食べたいかも。豆乳うどんね、ちょっと最近スーパーで買った20円引きか30円引きされてるうどんを買ったんですよ。食べたんですよ。美味しかったけど香川行きたいってなった自分も豆乳飲んでる。おお、なぜか思い出が。お、宮島豆乳鍋食べたいよね。日光浴は私肌焼けたくないんで NG です。長風呂平気なタイプです。
日傘使ってますよ。もう日傘の季節ですよ皆さん。今日朝出るときに日焼け止め塗り忘れたと思ってちょっと悲しかった。ちょうどうどん食べてます。羨ましい。いいな。岩盤浴はありじゃない。岩盤浴はありでしょ。服着てるじゃん。場所によるのか、場所によるのか。ドゥルル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 。紫外線が強い季節になってきたよ。でも冬の方が紫外線あるって言うけどね。でもそんな日焼けしないよね。何なんだろうね、よくわかんないけど。私日焼け止め塗ってないですよ。顔塗らない派ですなんか荒れちゃうから塗らない派です自力で守ろうと頑張っております。今は首を白くするために日焼け止めを頑張って塗ってます。今日は塗り忘れました。日焼けしたい。あ、そうなんだ。男だけど日傘デビューするか迷ってる。絶対いいよ、した方がいいよ。知らんけど。お風呂上がり飲みたい飲み物1位は何。ビタミン C まあビタミン C だっけ、なんだっけ、なんかさあれじゃん、飲み物なんかビタミン C、 ビタミン C じゃないのかな、あれなんだろう、分からんけど。でもね、一時期ずっと日焼け止め毎日塗ってたんよ。学校行く時、学校の時塗ってたんですよ。 ST 入る前ずっと塗ってて、で ST を入って日焼け止め塗ってたんですよ途中まで。でもある時から塗らなくなって、ある時から塗ったらなんか荒れる気がして塗らなくなっちゃった。いやん、そう、なんかそう、数値が強いからきっと、そうだから数値弱いのをつけなって言われたんですよ、メイクさんに。で数値弱いのが見つけられなくて、そう、飲む日焼け止めありますよね。飲んでないです。飲みたいけど。でも最近スプレータイプを買いました。メイクしてからスプレーするタイプの日焼け止め、あれは害なさそうだから。てかエスチューにいる時によく使うからそれをやってる。そうね、メイク下地には入ってますよね大体。そうそう、竹まつるさんありがとう。ライク、よしこくくんピカピカありがとう。ピカピカの一年生、一年生。あ、でもビタミンを飲んだら白くなりますよ。でも顔だけ白くなったんだよね、わかんない。そんなことない。いや、そんなことあるよね。いや白いですよね顔だけ。あのビタミン飲んのいいですよ。やっぱビタミンなんだなってなりますよベビーコーナーに赤ちゃん用であるのか。なるほどね、ありがとう、いいお知らせ。じゃあ次見に行こう、明日見に行こう、ベビーコーナー行こうベビーコーナー行っちゃおう。炭酸水あんま飲まなんな。明日朝早いんだ、行けないじゃん。うーん、明日の夜は夜も長いって夜も長いじゃん。マジか、明日朝早くなったんだよね、1時間ぐらい。この1時間、朝の1時間はすっごい膨大だからね。朝の1時間ってわかるよね、みんなも。朝の1時間ってめっちゃ違くない？もう全然違くない？かー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 。朝の1時は夜の6時間、マジそれな、マジでそれな。人間の起きる時間じゃない起きる時間だけど、全然早起きとかの分類じゃないけど、めちゃくちゃわかる。オールではない。普段朝5時半起き。何時に寝てるの？ヤバタニエン。ジップ出ると思って起きるっすか？ジップだったら3時とかに起きなきゃいけないんじゃないの？3時4時とか。そんな全然始発の電車 に乗る起きる時間じゃないよ。全然みんなが仕事始まるちょっと前に起きる時間なんだけどね、言うて
いやそれは嘘ついた。みんなが家出るぐらいの時間かな、わかんない、何時、みんなが何時かわかんないけど、言うて明日何時言わないですよ。言わないですよ。起こすか教えて。いや大丈夫大丈夫、自分で起きれます。デイデイ、なんだろう、朝方、私朝方人間だったんですよ。めちゃくちゃめちゃくちゃ朝方人間で、超健康的にだったんですよ、ずっとね。シティ入ってもう本当にダメになりました。夜、夜です、超夜です。夜にスイッチ入って、スイッチ、あの掃除したりとか全然するようになりました。朝配信しないですよ。ニワトリ買うと朝起きれるようになるよ。お、誰か卵プレゼントしてください。それまでひよこん帰ってるから、来るまでに。ミスタラさんファイト、ありがとう、頑張ります。早寝早起き部、早起き部はやってないです、早寝部です。早起きはやってなかったので、早寝部やってましたよ。もう頑張って配信とか18時とかにして、で配信終わってお風呂入って12時ぐらい寝れるように頑張ってました。早寝部復活無理ですよ、だって覚えなきゃいけないもん、レッスン、レッスンというか復習をしなきゃ、予習、復習予習大事ですから。もうしたら、あ、夜遅くなって、あれれってなる。最近私お風呂をためるまでの時間は踊る時間って決めてるんですけど、気づいたらめっちゃ踊ってる。だからお湯が冷めちゃう。大好きさん、ひよくありがとう。確かにワンちゃんいると朝起きるとかあるよね、散歩に行くとか、めっちゃ健康的な生活になれそう。なんか早起きして朝配信したらマジでいいんや。朝配信して、で夜もちょっとだけ配信して、ちょっと早めに配信して、でいっちゃいいんだよね。それがいいんだろうけど難しいですね。予習復習、これ四字熟語なんだ。産みたての卵あったかい、体内に入ってたからですか。タワマン住んだら体温近くなるか、早起きできる。確かにそれはそうです。朝は寝たい、うん、朝は寝たい、朝は寝るものだ、朝は寝るものだ。しかもタワマンでさ、遅刻とか忘れ物ってなったらさ、きつくない？エレベーター、エレベーター問題きつそう。遅刻だよ、だからそういう危機感も持てますね。あとタワマンに住んだという心の余裕が持てますね。知らんけど、知らんけども、タワマンなんだ、タワマンじゃないですよ、タワマン住むのが私の夢ですから。私専用エレベーター、あ、作ってくれる。寝てるだけで収入得たい、わかる。わかるっていうの変ですけど、寝てるのが仕事って最高じゃないですか。寝るのが仕事。二度寝幸せだよね。わ、寝れてたっていうのね。アンビと結婚したら先に起きて朝ごはん作ってほしいです。いや、じゃあしないです、大丈夫です、しません。そんな言われずにもさ、したいなって思ってたけどさ、そうさ、してほしいですって言われたらなんかやりたくなくなっちゃうからさ、あなたの結婚はなしですよ。なしです、なしなし。その夢を叶えるのは僕です、よろしく。ノウハウでも何でも提供するので。そんな、寝てていいよって言われるとね、難しいよね。朝ごはんめっちゃ作ります、一緒に作ろう。あんちゃん、あなちゃんが寝てる間美味しいご飯作っときます。本当に本当に嬉しい、私ぐっすり寝る。一緒料理したい。
でみんなの方が料理上手だからきっと。寝てていい休みの日はなぜか目が覚めて仕事始まると眠くなる。何そんなに、それな、それなんなんやろマジで不思議だよ。いるだけでいいの？ありがとうございます。納豆とご飯だけでいい？え、じゃあもう自分で作れるじゃん。納豆とご飯だけでいいんだら自分で作れるじゃんね。私が早く起きなくてもよくない？尽くしたくなる。ありがとう。朝起こしてくれた朝ごはん作ります。朝ごはん作って起きてやろっかな。作るのだけは大義くなってしまう。うん。卵スープ得意料理いいね。大好きだよ。込み出しします。おお。おお。まあ私もするけどね。別にゴミ出しは嫌いじゃないよ。別に苦でも何もない何もないです。キャッ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 キャン、キャン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 。朝食出来上がったら起こすね。優しい。好きか、好きだ好きだ。普通に5分とかパパッとご飯作ってた時代素晴らしい。マジ素晴らしいね。違う仕事でいつでもこき使ってください。あ、私ソファ動かしたいんで、ソファこっち持ってきたいんだよね。持ってきてくれない？朝からうどんも作ってくれるの？さぬきうどん。うわぁ、明日はかきうどん朝あったかいやつ食べたい。あと30分。おお。朝起きれないと思うからお昼作るね。じゃあ私も朝起きれないからお昼一緒に起きよう。ちぶくんの朝のお散歩行きます。え、一緒に行こうよ。お、結婚してありがとう。ゆうさく、ゆうさくん、私のために朝ごはん作って。明日も明後日もし明後日も悪私。朝飯前、いや、朝から魚釣ってきて食べさせてあげます。あ、嬉しい。私焼き魚好きなんですよ。嬉しい嬉しい。朝早朝起きてやばいね。理想の朝ごはんは何だろう。理想の朝ごはんはご飯でしょ、ご飯でしょ。で、お鮭、鮭、鮭、焼き鮭、焼き鮭鮭、鮭、鮭かな。お味噌汁、理想の朝ごはんですね。素晴らしい。魚とか食べないもん。お弁当に入ってるわ。入ってたわ。メダカとザリガニくらいなら自信あります。え、お腹すくやん。メダカとかお腹空いちゃうじゃん。メダカってどんな味するんだろう。味はしなさそう。むしろちっちゃくて好きです。わあ。一緒に釣りに行くのはちょっと無理かも。どんなに好きでも多分一緒に釣りはいけないかも。朝起き、え、朝その生活にさ合うようになってきたらいいんだろうけどさ、今この生活で朝5時ですって言って釣りはちょっと無理かも。え、無理かも。結構無理かも。宅配ピザ朝からいいんですか？松屋のステーションこれ。卵焼きね、好きですよ。ミスタラさん、レモンしてありがとう。パワーね、釣りの朝はジップだよね。ジップの出る人側だもんね。結婚って食事問題で別れることが多いらしい。うわー、どうしよう。合わせます、私。作ります。全然作ります。いや、もう、そんなこと言う。そうね、そうなんだ。知らなかった。そう、知らなかったよ。朝ら、朝ら私できる派ですよ。
朝から何でも食べます。すき焼きも食べれます。多分やったことないけど、朝からしゃぶしゃぶだっていける気がする。朝からステーキもいける気がするよ私。え、わかんない、いけないかな。いや私いけます、絶対。納豆好きですよ。結婚してくれた毎朝卵2個を見ます。どういうこと。カツ丼いけます、絶対。カツ丼いけるし焼肉もいけると思う。朝カレーは余裕じゃない？全然余裕だよ、全然余裕ですよ、絶対いけます。え、結構割とみんないけると思ってた。魚釣って帰ってきて料理したら安否が私たち釣ってください。もちろん。キュララン、朝カレーは余裕だよね。チワッス、天丼は無理。え、天丼もいけるって。朝から焼肉やったことはないけどいけるんじゃない。もつ鍋もいけるよとか言いながら、もつ鍋きつそう朝は。パフェとか甘いもの朝から絶対いけるって。食の好み合わない、合わないですか。でも別に私、別に朝それじゃないとダメとかないだね、全然。なんかその朝これいけますかで、あ、じゃあ食の好みがっていうのじゃないですね。今は好き嫌いの話をしてないのでね、いけるかどうかの話なので。若いからなんか朝パンご飯、ご飯派です。最近ずっと22歳これとイラきつくなる。マジか。20歳でちょっと感じたんでしょ。22歳からまた感じるのか、やだな。朝絶対食べるわけじゃないかも。一緒に明太子おにぎり食べような。うわーい、のりついてないやつがいい私。よろしく。炊飯器買いたいので、え、買った方がいい、絶対美味しいもん。炊飯器で炊くご飯が一番美味しい。焼きたてのクロワッサン幸せ。クロワッサン食べたいかも。唐揚げ8個って結構食べてるよ。大丈夫だよ、それは大丈夫。作るの面倒いの置いといて別のメニューでも大丈夫。いや、どういうこと。別々のメニューってことですか。私合わせますよ。私結構人に合わせれる派ですよ、そういうところは。いつかいつかダメになるのかな、合わせすぎたらしんどくなるのかな、わかんないですけど。海苔はパリパリ派、しなしな派、しなしな派。しなしな派、しなしな派。嫌いな野菜とかある？ないですよ、野菜全部食べれます。毎朝バイキングにしてくれるの、わお。クロワッサン剥いて食べちゃう派です。え、もったいない、美味しいのに。お疲れ様です。お疲れ、お疲れ、レレ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 、お疲れ。休みの朝はホットケーキ作って食べてます。え、おしゃれ、誘ってよ。いいな、起きる、それは絶対起きちゃう。ホットケーキ幸せ。今日何してますとか、レッスンですよ、レッスン三昧ですよ。可愛かは、可愛さは、かい、かい、かい、かん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 。ホットケーキとパンケーキの違いあるらしいですよ、忘れたけど。忘れたけどあるらしい。生魚は、え、生魚克服したいんですよ。ちょっと連れてってください、いいところ、回らないところ、めっちゃいいところ。レッスンって一回どれくらい時間、日によりますね。でも今日はね、待ち時間とかも含んでですけど、今日はね11時半から17時でした。でも結構待ち時間とかあったかな、けど言うたら待ち時間もそんなちょこちょこ踊ってたから、15時から一通りやりました。唐戸市場ね、朝の築地に
でお寿司を食べるの夢です。夢の夢さん、特製豚汁私一時期作ってたよ。作れるんよ私だって。コンビニとかささっと迷わずにお買い物するって聞いたけど、そうなの？そうなんですか。私今週末ですよ、楽しみに頑張ってます。頑張る。ザギデシス。おやつとして食べるのホットケーキ、ご飯として食べるのがパンケーキ。なるほど。ホットケーキは海外では通じないらしい。パンケーキ、うん、頑張ります。ありがとうございます。豚汁ちゃんとお鍋で作ってましたよ。そのインスタントじゃないですよ。ゆきりかさんが言ってました。そうかな。今日も新メンバーの発表ありますよ。そうなのかな。パパッと決めるっけ私。そんなつもりなかったけど、そうなのかも。買いたいものがあってコンビニに行ったりするからかな。素晴らしい豚汁最強。それな、一時期ハマって作ってた。具材セットいいよね、買う。でもインスタントじゃないからね。ということで、昨日言ってた曲です。今日はこの曲一曲で終わります。それでは聴いてください、少女たちよ。
ったのは、あのあれですよ、初めて歌ったのお披露目公演で歌った。なのでね、ぜひりんこちゃんがお披露目公演リバイバルのやつ選んでくれているので、ぜひ皆さん、2期生こんなに大きくなったんだと、すごい大人っぽくなったなぁ、垢抜けたなぁと思ってみてください。メロンパンさん、ハート100個ありがとう。グアピーさん、エッグありがとう。ミスターさん、オンパリンパーありがとう。シオリンさん、オンバありがとう。メロンパンさん、ハートありがとう。おい、木村さん、ミラボールありがとう、ミラボールありがとうございます。よしこくん、オンパありがとう。ありがとうございます。ユウソくん、ペンライトありがとう。ありがとうございます。ですかね。タンポポさん、おんばありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、あ、おいキムチ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 、アンピ赤ちゃんだった。お披露目なくね、エモいね。ぜひご覧ください。あのもうアリスちゃんとかもね、本当に初期の2期生ってなので、ぜひご覧ください、ご覧ください。ということで、皆さん今日の TikTok も楽しみにしててください。今日私も毎日ね更新しようと思うんですよ、 Twitter。 あのそう、3期生ちゃんのツイートをしようと思うんですけど、コメント何しよっかなって考えるのも楽しい。少女たちのエピソードなんかありますか？むずいな、むずいな、エピソードですか？むずいですね。むずいな。仲良くなって、あの昇格ツアーで少女たちをまたやったんですよ。その時にそのお披露目舞浜公演以来にやったんですよ、少女たちを。だから1年ちょっと経ってとか2年ぐらい経ってまたやった時、仲良しさがもう断然に違ってて、そのサイドステップとかもめっちゃ楽しんで、そのめっちゃ向こう側のチームと一緒のサイドステップを向き合ってやるシーンが、なんかダンスがあるんですけど、そことかめっちゃふざけてましたもん。レッスンからふざけてたし、本番もずっとふざけてたし、昇格ツアー映ってないから来た人にしか分かんないけど、あそこはもうすっごいふざけたふざけシーンで、少女たちをお披露目はもうド緊張で、サイドステップも危うかった私たちがサイドステップですごいふざけてるっていう、そうちょっとエモエモですね。成長、でも3期生ちゃんツイート見てるのかな、わかんない。ツイッター見てるのかわかんないんだよね。見てるのかな、見れるのかな、わからんけど。 QR 動画もね、まだ見てない方ぜひ見てください。 MV まだ毎日毎日絶対1日1回見てください。ログインボーナスはないけど、ぜひ見てください。チュン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 、アナちゃん大好きチャンネル、結婚してありがとう、ありがとう。これからも成長するアンピ、いっぱい焼き付けに来てね。ありがとうございます。ナオトムさん、ピカピカありがとう。ピカピカ。昇格ツアーみんなでわちゃわちゃしてたの見て幸せすぎた。嬉しい。ありがとうございます。ナーラク、センキュー。そう。ぜひ楽しい未来をお楽しみください。ネタが底づいた。私は、ちょうど結婚してギフトが来た時に、会話の流れから行こうと思ってるんですよ。なんか会話の流れで何がいけるかなって考えてるんで。あっちゃさん、ひよこありがとう。ぴょぴょ。ぴょ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 。私さ、お披露目さ、お披露目見たらさ、目すっごい死んでてさ、びっくりしたよね。目死んでた。会話の中がネタっていうかね、まあ、本音ですけどね。今日のおはようツイートもぜひご覧ください。ドーナツ
ドーナツアンピーぜひご覧ください。あとブログもご覧ください。あとスペサポもご覧ください。スペサポね、みんなスペサポ忘れないで。待って、明日じゃん。スペサポ、スペサポ更新明日だ。やばい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 、内容考えないと。今日考えて、今日考えとかないとやばいね。今日考えとかないとやばいわ。絶対やばい。明日は忘れちゃう。明日合間時間とかないじゃん。絶対あるか。明日の全体の予定わかんないわ。朝からドーナツ食べれるよ絶対。私食べれないの朝からドーナツって。頑張ろうな。まだ内容考えてない。やばい。明日の上記内緒です。今日できることは今日せな。そうだね、マフラーでしょ。ドーナツ食べれないの。どうなのか。明日の投稿見たらコメントしますね。ありがとう。昨日投稿したやつもね。7時半じゃないよ絶対。7時半じゃないよ。さすがにもっと早く、もっと遅くていいでしょ。7時半じゃ、え、わかんない。7時半とかですか。わかんないです。安否準備の人、それともその場でいきなり対応できる人、何が、どんな話だろう。うん、うむうむうむ、オムカレー、オム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 。リップ落ちた。え、今からお風呂入れる。やば、やばすぎる。今日はゴミ捨てていってきます。女神天使どっち。今日フィッティングあったんですよ、リクワできるやつ。それでめっちゃ似合うって言ってもらえた。衣装さんに女神みたいって言ってもらえた。お楽しみにゆったり浸かります。でも写真撮る時間なさそう。リクワマジでドタバタかも。わかんないけど、フルーツいいよね。めっちゃ楽しみ。わーいわーい。全員に言ってそう。衣装さん悲しい。衣装さん信じてますよ。衣装さん今日も可愛いよ。やった。お、ありがとうございます。前髪見えてきた。新衣装とかじゃなくて普通に既存の衣装とかでもってことですね。リクワは新衣装とかないです。だってリクワだよ。リクワはリクエストアワーですからね。そんな変なこと噂しないでください。一時衣装あるかもみたいな、やめてくださいね。私言ってないですからね。リクワですか。ルルルルル。なっちゃんオーバーチュア練習してる。私はしないとな。あとなんだっけ、みほちゃんがさ1位何言ってたっけ。 STU48 何バージョンが1位になるって言ってたっけ。練習しないと、覚えないとね。何バージョンが1位になるって言ってたっけ。みほり徳島か、徳島バージョン覚えないとね。一回でもやったことあるからすぐ思い出せたらいいんだけど。いどしの徳島は、あ、サイン徳島。1位なんて言ったんだろう。一回覚えたんだけどね、すぐ忘れちゃうね。フラワーフェスティバル6月だからな。6月だっけ、なんか移動してるんだよね。5月じゃなくなってるから。瀬戸内バージョン、あ、瀬戸内バージョンが1位だよ。なんかじゃあ余裕だ瀬戸内バージョンは余裕だ。そう、サミットがあるからね。徳島ラーメン、みほりん超適当だったひどいよ。みほりん真剣に考えてた、知らんけど
わかんない。それは曲に失礼だよ、みんな。曲に失礼だよ。失礼だからね。わかんない。選ばれるかもしれないじゃん。なんでそんなこと言うのさ。ドゥルル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 ルということでね、そろそろ終わりたいと思いますけど、皆さん21時になるので、ぜひ TikTok。 田中先輩が虫退治の依頼はないです。大丈夫そう。あと3分でね、 TikTok も公開されるとみたいで、ぜひ皆さん見ましょう。私も楽しみ。ドキドキワクワクだね。おやすみありがとう。はやおつさん、ピカピカありがとう。ピカピカー。ということで、今日も1万人も見てくださりありがとうございます。13位、アスパラさん。12位、神谷敦さん。11位、竹まつるさん。11位、ドグラスさん。9位、渡辺さん。8位、おかぴさん。7位、なおともさん。6位、しおりんさん。5位、よしこっこくん。4位、ウィンディーボーイさん。3位、ミスタラさん、スキピー。2位、クワピーさん、スキピー。1位、ユーサク大好きピー。今日も楽しかったよ。ありがとうございます。嬉しい。私もありがとうございます。おやすみなさい。皆さん、今日もいい一日を過ごせましたでしょうか。明日水曜日、山場です。山場を越えたら木曜日、木曜日越えたら金曜日、金曜日はワクワク、明日リカワだ。そして土曜日リカワイエーイ。そして日曜日は6周年コンサート、そして三期生ちゃんのお披露目、わーうイエーイですよ皆さん。だから乗り越えられます。皆さんなら頑張れます。一緒に頑張っていこうな。私もレッスン頑張ります。え、待って、明日水曜日、水木金、水木金、え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 、頑張る。マジか。まだ全部の曲終わってないですよ。フリーレというか構成というか、やばい、やばみだわ。頑張るしかねえじゃん。ということで頑張ってきます。八重下さん、ありがとう。ということで、乗り越えていけ、越えていけということで頑張ります。皆さん、なんかお知らせありますかね。あの、直近ではちょっとわかんないんですけど、皆さん会いましょう。勝手に思考観光大使公演待ってます。ではありがとうございました。21時 TikTok ぜひご覧ください。ありがとうございました。さらに向こうへ、ブルースウルトラー、バイバーイ。はい、マニョかわいい、ありがとう。マニョありがとう。二度目の、はい。